おはようございます。15分だけ15分だけ配信します。ちょっと昨日ねやるって言ったから、でも思ったより時間がなくて焦ってた。だけど15分だけ配信します。めっちゃね、口の色がなさすぎてやばくない？口の色。ちょっと焦って準備してたらマジでちょっとやばくなっちゃった。だから今日は目だけ配信。全然涙目じゃないよ。なんと背景が4周年お祝い背景になりました。当日だけじゃないんやな。おめめ配信。眠い眠い。やばい眠い。やばい眠いけど、今日も一日頑張る。おめでとうっていっぱいありがとう。もう意外にすぐなんやなって思ったら焦ってきた。どうしようって、何しようって焦ってきた。みんな案ちょうだい。みんな今日いっぱい連休明けの久々のね、お仕事とかで元気なんよって思ってるかもしれないから、一緒に朝から頑張ろうっていう配信です。前髪配信。今日から休みなら今日からゆっくりしてください。この画角ならさ、例えばアンがあくびしてもバレないね。今日から休みの方はゆっくりしてね、本当に。手持ちちょっと15分だけだから、15分だけ配信するね。涙目でわかる。まあ確かに、でもずっと涙目だから、まあ今日なんか今だから、顔やばいのはわかってる。マジでやばい。ちょっと今日顔めっちゃむくんでる。マジで顔むくみすぎてやばい。マジなんか顔が赤いし、なんでだろう。謎のアップ。目だけ。背景これで配信していい？こうやって配信しようか。片目配信。ちょっとね、寝るのは遅かったかな。寝るのは遅かった。目目見せるね。今日までお休み。じゃあ今日最高に最高に楽しんでください。そのうち、そうよ、そのうちこんだけの配信始めるからね、いつか。今日は半顔配信だけど。ハローさん、貝殻いっぱいありがとうございます。世にも珍しい片目配信。それな、あ、やばい、でも口の色ないの全然バレちゃう。めっちゃ変な人じゃない？片目配信。片目だよ。半顔配信、新しい画角です。やばい、あくび出ちゃった。いや、言わなきゃバレなかったかもしれない。
疲れる。今日化粧水飲めんだよ。それな、私は今日何もしてないよ。夜配信全然するよ。くしゃみはオープンなのにあくびは隠すタイプ。だってくしゃみってさ隠せれんやん。やけんしゃあないねん。あんな目しか見えてない。せやねん、あんな目しか見せてないねん。そうよん、今日はお仕事よん。今日も一日ファイトだよん。おめでとう、いつも頑張ってるね。祝おめでとう、コングラチュレーション、応援しています。スタンドフラワーがいっぱい背景に。やったやったみんなが今日はちょっとね、こう久しぶりの連休明けなので、まあ、関係ない人にも関係ないよ、そんな連休だったなんてとか、連休なんてなかったよっていう人もいると思う。私も別に連休なかったから、その人は一緒ね、私と。でもちょっと久々に連休明けでお仕事とか学校とかちょっと嫌だなって思ってる方も多いと思うから配信してる。でも全然元気出ないよね、こんな意味わからん価格で配信されても。でもちょっとでもおしゃべりして、みんなが朝から頑張ろうって思ってくれたらいいなって思ってるよ。だからみんなファイト。連休なかった方はニコラブちゃんとお揃いでいいす。ちょっとね、朝の顔すぎてやばいからちょっと版画を配信してる。元気出る？嬉しい。元気もらって仕事行くって、バイト頑張るって、バイト応援してる。今日明日は夏休み、ゆっくりしてねん。ハンガーかわいい、優しいね。一緒に頑張ろう、みなみちゃん。おはよう、さとし、みずきちゃん。いつまでかわからないけど、しばしらく夏休みです。アッシーさん、アッシー、タイちゃん、元気もらって休みますって。休みましょう。私は9時までには絶対に終わらないとやべえっす。半顔というか4分の1顔、間違いない。あ、4周年おめえのギフトがある。やった。配信待っててよかった。いや、やるか迷ったやん。昨日 50% の確率でやりますって言って、それでちょっとでも思ったより時間がなくて、今日の朝今ね、でやっべえと思ってちょっと急いで準備して、でも15分だけやろうって思って、そう、このあと3分ぐらいでちょっと準備せんとやばいから、ちょっと15分だけで申し訳ないんやけど、まあその 50% をいい方の 50% にできてよかったなって思ってる。だからあと7分以内には絶対に終わらせていただきます。今からバイト頑張ります。頑張りましょこ。りなちゃん、はいよ、4周年おめでありがとう。みんな持ちながら準備配信、事故しかねえぜそれは。
自己自己をヤシャマルさん、バラちゃんをありがとうございます。やばい、でも眠すぎて脳内が今何もないです。空っぽっぽって感じ。大ちゃん、4周年おめありがとう。確かにこの画角はない画角ですね。お眠。さすがにね、もうね、今あくびで目がうるうるです。見て、やばくない？目のうるうる度。でもさ、一生この目のうるうるがいいな。うるうるの方がよくない？涙目のうるうるは嫌やけどさ。幸せのパンケーキ知ってるよ。ロナミン C でも飲んでシャキッとしようかな。今日も一日頑張りましょうね。そうですね、頑張りましょうね。アンの顔見れてよかった。アンの目見れてよかったでしょ。夏期講習今日からなん。あくび止まらんから一生目うるうるしてんだけど。アンの顔見ると安心する？そう、アンの目見ると安心するやろ今日は。やばくない？マジ涙目すぎ、目うるうる。涙なんか泣いてる配信って絶対思われるね。これ全然泣いてません、全然泣いてません。目覚まし配信ですか？そうです。みんな起きてー、みんな起きてー、みんな起きてください。そろそろ終わらなきゃ。終わって準備しないといけませんので、遅刻しちゃいますので、みんなも遅刻しないように言ってくださいね。出かけてください。それな、本人が一番眠そう。それな。まあ別に今日は15分これで経ってから行きたいわけじゃない。別に時間のために配信してるわけじゃないから、まあ15分経てなくてもどっちでもいいかなって、別に関係ないです。15分は何にとって。え、待って、これタワーじゃん。タワー来てない？これタワーですよね、4周年って。違うのかな、太郎さんのやつタワーですよね、やっぱ。ありがとうございます。そんな、こんな朝からありがとうございます。ありがとうございます。太郎さん、ありがタワーです。太郎さんのタワーだと一瞬分かんなくてびっくりしたよ。初の4周年タワーありがとう。太郎さんのろうそく一緒に19日行けそうね。太郎さんのうなぎをめでたいから食べてください。ありがたわです。こんな目だけ配信の時に申し訳ない。ありがとうございます。ありがたわ太郎さんって言ったところで、そばからなんですけどランキング読みます。13位がガミさん、12位が前髪、違う、12位が兄さん、11位が前髪くねおさん、10位がスルメ王子さん、
おじおじさん、9位がセイタ、8位がユシスさん、7位がヒロヤン、6位がゴエスさん、5位がヤシャマル、4位がメチャギシュさん、3位が MKT さん、2位がレグルスさん、1位が太郎さんです。ありがとうございます。では終了したいと思います。ではまた夜お会いしましょう。あ、なんだかんだ言って15分は経ったらしいわどっちでもいいって言ったけど、まあ経ったなら経ったで、それはそれでいいとして、それではみんな今日も一日ファイトでーす。バイバーイ、いってらっしゃい、一緒に頑張ろうね。あ、もう頑張ります。バイバイ。